コンクリートで作られた秘密のっていうか、なんかミステリアスな作ってんじゃねえかな。どういけんだろうな。で次の写真いきますか。次、あ、はい、いきましょうか。はい、うん、じゃあ次の写真どうぞ。これはなんかさ、なんていうの、自然の洞窟じゃなくて、なんていうのかな、もうちょいなんかほら作られた、なんつうの、ちょっとさミステリアスな感じしない？ミステリアス。だからこれに関して言うと、まあコンクリートで作られた秘密の地下道っていうか、なんかこの奥に行ったらなんか秘密の組織をなんか作ってんじゃないかなみたいな雰囲気の苔の洞窟、なんかすごい、ね、ちょっとした基地とかさ、悪の巣窟に入る前の洞窟に見えるって感じ。この周りがコンクリートの分だけね、全部で、あのプラスチックのパイプがない分だけ、リアルに本当にこのなんかちっちゃくなったらこうやってどういけんだろうな。でもましてはちょっと雲の巣も張ったりしてるわけじゃないっていうミステリアスな感覚を想像させる洞窟、苔の洞窟。だから簡単に言うと、苔が苔蒸してますよっていうわけじゃないんだけど、なんかああ趣があるなっていうか、なんかミステリアスだな、だから余計入りたいなと思うけど、入ったらなんか捕まっちゃうんじゃないかとか、なんか悪いことを見ちゃうんじゃないかっていうことを想像するだけでも楽しいね。この前の洞窟とこっちの洞窟、入った時の感覚ってのは違うんですか？違うね。こっちは、なんつうのかな、自分が正義の味方じゃないけど、ダイハードじゃないけど、何か助けなきゃいけない、何か使命があって挑んでいく感じはするわけね。だから冒険ではない、使命よね、これに関しては。でも前のやつの穴はちょっと自然を散策するみたいな、自分がちっちゃくなって自然を体感しに行くみたいな感覚と同じ穴なんだけど、こんなちっちゃいんだけど、そのイメージは全然こっちの方がブルース・ウィリス的な気持ちにはなるよね。こうやってこう行くって感じのイメージはある、うん、だから同じ穴でも全然気持ちは違う、うん、どっちの穴の方が好きとかありますか？あー、それ言うとね、初めの方の自然風な方が好きだけど、こっちの穴に挑みたいというね、冒険心があるね、冒険の使命っていうか、男子たるもの悪いやつらをやっつけに行かなきゃいけないっていうね、そんな気持ちにはなる、うん、苔は全然少ないじゃない、蒸してないんだけど、ちょっと燃えるっていうか、緊張感も高まるよねっていう感じ、うんうん、それあるね。一つのこの苔の写真なんですけど、うん、ちょっと話が壮大ですよね。そう、だからそこがすごいね、いろんなことを想像させてくれるわけ、うん、だから実際に苔はそんなことも思ってないし、この排水溝もそんなこともないわけ、洞窟もね。だけどそれを 見るだけで、この、まあ、1枚からでも何枚からでもそういうふうに思うのが楽しいからな。